お聞きの皆さん、こんばんは。演歌歌手の丘みどりです。今日も丘みどりのそばにいて、最後までお付き合いください。この番組は SBI 生き生き小学短期保険の提供でお送りします。に髪の毛かかっててゴムが取れてびっくりしました切れたんですよ。いやなんか嫌やな、なんかこう今日の占い1位やったのになと思いながらなんかいいことあるかもしれないよねなんかこう毎日ね、まあこのラジオもそうなんですけど、まあ独り言というか、なんかこう独り言がいろいろね大きくなってきて、でなんか前ラジオで言った、あ違う、 YouTube の配信で言ったんかな、一人で朝ねスムージー作りながら、今日は、冷蔵庫にあります、セロリを入れてみたいと思います。そしてここにオレンジを入れてブルーベリーを入れてレッツゴーみたいなのをやってる